こんにちは、たまたま子です。やっていくよ。はい、ということで、やっていきましょう。あ、MO ディスクはもうどっちも持ってっちゃうか。あ、ハンドガンの弾またないんですね。ちょっとめちゃめちゃ久しぶりだからあんまり覚えてないんですけど。うわー、なるほどね。弾はなくて、回復系はめちゃめちゃ充実してると、そういうアイテムボックスの状況ですね。 MO ディスク持ってっちゃおう。じゃあまあこれでいきますか。あれ、なんか新しいエリアに行けるようになったんじゃなかったっけな。確か動力室の鍵を開けて終わったんだっけな。なんかそんな気がする。よし、行きましょう。クリスくん、実はついさっきまでバイオハザード RE2 を実況しておりまして、なんと今回ね RE2 のクレア編をクリアすることができました。いや本当にね、ストーリーもとても、いや悲しいストーリーではあったかな。辛いかったけど、とてもね楽しかったので、やっぱりバイオハザード人気なゲームなだけあるなと。おーっと、いますね亡霊みたいな鳴き声して。ここ開かないんだっけ。嘘だよね。でどこ？あ、いたいたいた。そこね。そう。おっと。え、痛い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 。え、こっちも？おっしゃ、ラッキー。あー、そっか、そっ、え、なんかさ、裸だよ。え、え、あ、弾なくなった。え、うわ、もったいないな、これで使うの。うわー、もったいないなー。まあしょうがないか、使うしかないもんね。あ、裸じゃないか。なんか着てるな。なんかポケットみたいな、胸ポケットみたいなついてるもんね。え、胸ポケットか。いや、いやちょっとわかんないわわかんないけど、もう怖いからやめよう、見るの。で、あ、ここに部屋があって入れるけど、いっぱい行くとこある。あ、全然覚えてないな、この辺。こっちがエレベーターか。あ、動かない。スイッチ押しますか？え？はい。あ、電力を供給しなくちゃならないっていうことですね。かしこまりました。じゃあこの入れる部屋から入っちゃおうか。いるなよ。あ、なんだー、アイテムボックス用意してくれてんじゃん。ありがとう、ありがとね。じゃあ、ま、あ、ちょちょ、取らせてもらっていい取らせてもらっていい。うん。で、ハンドガンのマガジンあるかな。なければもうハンドガン置いてっちゃおっか。あ、なんか、インクリボンか。インクリボンと、あとは、あとは、まだ、あ、でもそんなもんか。そしたら、MO ディスク2ついらんかな。なんか取りそうだよね、アイテム。とりあえずこれで進んでいこうか。インクリボンも、まあ、入れとこうかな。はい。アイテムボックス。なんかこの辺のアイテムボックスとかはさ、そこまでたくさん活用したわけじゃないから、あんまり覚えてないっていうのが正直な感想です。ね。まずはじゃあ進みましょうか。
うん。あ、でさっきの敵やっぱりヘッドショットしてよかったね。何回も通るってことだもんね。なんなん、もうビリビリいってるな。ヘッドショット狙いでいきましょうか。あれ持ってきた方が良かったか。なんか MO ディスク使うとこここない気がする。敵いるんだよね確か。あ、え、どこどこ、なんか食べてるよね、食べてる音するよね。キャーちょっと待って声出しちゃった。ヒャーちょっとちょっとヘイ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 、来いよ、おらおっしゃー怖い、びっくりした。いっぱい出てくんのかな。来たヘイ、来い来い来い、うっどえ、来い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 、あ、オッケー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 、ちょ、無限湧き、無限湧きやめろ、無限湧きやめろって。もうじゃあ、次行っちゃうからね。ちょっと待って、ちょっと待って、どこ、どこどこで、へいお待ちって言ってんの。へいお待ちやめて、へいお待ちどこあー、ここ、ちょっと待って、さっきの部屋なんか取り逃してるし。まあ、いっか。一旦ここの部屋をじゃあ、ぐるっと。へいお待ち、へいお待ち、来い。へいお待ち、あ、ちょっと、ちょっと、いや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 、いやいや、毒とか食らってないよね。あ、でもコーションになっちゃった。ガビン、ガビン。ん？あ、起爆装置ね。この奥に、あるんだっけ、電力の。あ、これこれこれ、動かします。え、燃料の出番か。へいお待ちへいお待ちへいお待ちもう開かないでくれ、お願いだからあ、はい、じゃあ燃料持ってこちらに来るターンですね。まあ、でも敵は倒したし、ここの敵はと全排除していけば、よろしいんではないでしょうか。何を取ってないんだろうか。この奥かな、じゃあ。うん。あ、あった。あ、MO ディスクだ！持ってます、僕持ってます、はい、おっしゃー、あとラスト1だね。6解除。オッケー。え、でもまだ、まだアイテムあるぞ。どこだ？絶対に見つけたい、これは。これに関しては。お？おほほほ？おほほほほ？んー、なんかこの辺に落ちてるってわけでもなさそうだけど。え？本当にある？全然見当たらないのだが、アイテム回収マスターとしては見逃せないな。ちょ、ぐるぐるしちゃうけど、ごめんなさいあ、あった、あ、人工手榴弾いただきます。で、はい、綺麗になりましたね、大丈夫だね。よし、じゃあ行きましょう。で、こっちの部屋も今、取り逃しと、あと敵排除しきってないから、しきってないっていうか、倒してもないかな。へいお待ちー、へいお待ちー、へい、ちょっ、間違えた、へいお待ちー、ちょ待って、ここ見えないから、こっちにして、もう一発、もう一発しないと倒れないの知ってる、来い来い。
先かな。え戻ってったんだけど。そんなことあんの？あ、いた。倒れていただいて、これ弾大丈夫かな？足りるかな？まあまあまあいいか。ここは安全確保しないとどうせ来るんだもんね。ぐるぐるごめんなさい。ここが燃料持ち運び注意。爆発ね。ありましたね。空のカプセル。これを取らなくちゃいけないんですね。はい。取りまして。で、ここの敵は全部倒したかな？もう出てこないよな。出てこられたら困る。ちょっと一旦。大丈夫そう？あ、まだいる！まだいるんか！オッケーっぽい。じゃあ排除しきったっぽいので、これでじゃあ燃料を持ってきましょうか。やっちまいますか。はい、燃料補給カプセルをセット。セッツ。うわーい、きたー、燃料供給用カプセル。走るだけでも。じゃあもうこっからはこの移動でいきます。え、ちょっと待って。あ、ちょすごい操作しづらいんだけど、これで走るっていうことはしなくて済むんだよね。アナログスティックじゃなくて方向キーみたいなやつで今操作してます。慎重に歩いてるね、クリス君。なんか、かわいい。ジルの時は別に何とも思わなかったけど、このなんか屈強な肉体をしてる男が慎重に歩いてるっていうのがすごくかわいい。爆発しないように慎重に歩いてるクリス、かわいい。ちょ壁に激突してしたけど爆発はしないんだね。オッケー、合ってるか。あ、合ってる合ってる、よかったよかった。はい、よかった、来れた。カプセルをセットします。おし、オッケー、走れるようになった、気持ちいい。っていうかアイテム全然持ってない。で、さっきのエレベーターを動かす電源装置のところまで行きましょう。MO ディスクもう1枚あるけど、どこで使うんだっけな。ここで使ったでしょ。もう1個多分使うところ、あそこか。わかったわかった。前回言ったなんか変な部屋か。いろんなところとつながってる部屋か。あそこだね。オッケー。動かす。え、これで下に行けるようになったのかな。うん。っていうことで合ってる？起爆装置。あ、違うか。さっきのエレベーターを使えるようにしたから、まず MO ディスクをセットしちゃって、エレベーター乗った方がいいのかな？どっちから行った方がいいんだろう？ 2 回目なのに全然わかってない。じゃあ MO ディスクを、やりに行こうか。はい、ただいまMOO ディスクと救急、なんか、なんか持つ？なんか持つとか。ハーブとかいるかな？
あ、コーションか。コーションだったらまあハーブ持ってった方がいいか。じゃあこの緑3つハーブでも持ってきますか。調合したハーブ調べる。うん、3つだよね。多分これで全回復するのでこれを持ってきましょう。いや、ハンドガンの弾ほんとになくなったな。で、ここが開かないから隣の部屋から入らなくちゃいけないんだよね。あったー、来たー。え、持ってるって。送信できるのだがーじゃなくて持ってるんだって。はい、これで3つ目開いた。いけるようになったね。あそこをじゃあ先に行こっかな。で、ここも確か、そうだよね、いけるようになるんだよね、元の部屋と。はい、じゃあこれで帰りましょう。帰りつつ新しいあそこに行きましょうか。敵出たりしないでよ。あ、大丈夫だった。ここの、あ、奥だ、奥だ、奥だ。この奥の扉が今開いたから、なんだっけ、何があるんだっけ。あ、レバー、レバー操作します。え全部やんなきゃいけないのか。はい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 、動かす動かす。イエーイ、あ、いたいた。え、なん、なん、え、ちょ、全然覚えてない。あれ、あ、ちょっと待って、これあれか、クリスが閉じ込められたところか。あ、そうっぽい。あ、なんか電気ビリビリしてるけど関係ないか。ふんふんふん、おし、あ、これは逆にジルがいる。あ、やっぱりクリス。はい、ジル元気。ウェスカーが分かってる。いやー、本当に真逆だね。ダメだ、開かない。待ってろ、必ず戻る。でもジル殺されなかったんだ、よかった。よし、でこれをもう最後に助けに来るということですよね。なんでこの謎解きメロディー流れてるんだろう。謎解きはしないけど流れる時もあるんだね。うん、じゃあここはもう、最後までは不要の部屋。ジルかわいそうだけど。もう結構最後近づいてるか。そう思うと、そうだよね。で、さっき新たに行けるようになってたエレベーターに乗っていきましょうか。ガチャン。この奥だね。はい、これが動かせるようになりました。スイッチを押します。おし、エレベーターを作動させた。レベッカ、どうした？ここまで来たの？あなたを見て、うん、やっと追いついた。めちゃめちゃ走ってる。そうか、無事でよかった。いや、よかったよ。元気だった？久しぶりだね。これからはもう離れるんじゃないぞ。え？はい、わかりました。何今の？何今の？え？ちょっとなんかさ、クリスとレベッカ、ロマンス始まってるよね。あ、これで一緒に行動してくれるの？嬉しい。あ、よかった。心強い。
どこだー、ここはどこだ、ギギギギギ、なんか戦いそうな部屋。ここはここしかないかな、進めるところ。あ、これあれか、ウェスカーと会うところか。あ、そうだそうだ、ムービー始まるところかな。あー、ここですね、覚えてます。やはり来たか。撃て、さすがだな、撃て、足撃て。私の部下だから当然だが、光栄だね。ほら、銃向けられたよ。いつからなんだ、ウェスカ。悪いが何の話かさっぱりわからんな。いつからアンブレラの手先になったんだ。うわ、お前は何か勘違いしているようだな。私はもともとアンブレラの人間。そうだよね。そしてスターズはアンブレラの、いや、というより私の都合のいい駒だ。だがタイラントウイルスによってここが汚染されたせいで、お気に入りのスターズを失ってしまい残念だよ。お前がその汚い手で殺したんだろうが、うん、このクソ野郎め。倫理行はね。ああ、そうだよレディ、こんな風にな。ええ、レベッカ、嘘でしょ。貴様、そんなに死に急ぐこともないだろう。一つ面白いものを見せてやる。マジで？え、一緒にだって、あ、ちょっと待って、一緒にレベッカ、一緒に生きて帰るわけじゃん。いや、ちょっとこれ覚えてる。いや、今、いや、笑うシーンじゃないんだけど、これすごい覚えててさ。いや、怖いよね。いや、ちょっと待って、今いろいろあるのよ。今レベッカのこと心配したいんですよ、私は。でもこうやってタイラントを見せつけられてさ、あ、もう生きてるよ、生きてるよ、え、復活したよ。これが究極の生物兵器、笑っとるでー、笑っとるでー。いやー、おい、お前笑ってる場合じゃないぞ。あんた行かれちまったのか。クリス、お前には一生理解できまい。いやいやいや、怖っ。実に美しい、美しい。あっ、うわこれもう生きていけない、もう死んだと思ったよ、私はこれを見たときに。これどうすんだっけ。来い、この化け物め。来い来い、嘘でしょ。これ戦うんだっけ。本当、あ、待って、レベッカ、ちょっと待って、トコ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 
これ出れない？原子ロックがかかってる。あー倒すのか。え、ちょっと待って、行き止まりなんですが。おいと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 、痛いよ。もう一発食らえるな。絶対効かないでしょ。あ、やばいやばいやばいよ。あ、デンジャーデンジャー。え、こんなさ、ショットガンでこれショットガンきつくない？ちょっと待って、無理だろあ、死ぬかもしんない、やばいいや、待って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 、めちゃめちゃ食らってる。え、え、あ、ちょっと待って、え、待って、本当に忘れてたんだって、死ぬ。あ、あ、よかったよかったよかった、倒れてくれてマジやばかった今。え、ウエスカー大丈夫？ウエスカー、ちょっととどめ刺そうよ、ウエスカーにとどめ刺そう。こいつは多分死んだ方がこの国のためになるよ、ウエスカーが死んでしまった方が。あ、あ、何？緊急時の電子ロックを解除します。これで出られるけど、あ、ちょっと待って、レベッカレベッカレベッカは大丈夫？
あ、まだ拾えるものあるっぽい。哀れな死に様、あ、死に様って言ってんじゃん。死んだ、観察記録書。はい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 。T が、あ、ウィリアム・バーキンって書いてあった。もう一回見たいな。まあまあいいか。哀れな死に様だをすごい見ちゃった。あ、ここでもう亡くなったね。あ、ちょっとさっきのデンジャー、やば。あれ、ファイルどうやって見るんだっけ？こうか。これちょっと見たいな。 G の発見に至るには始祖のウイルスの投与から実に計21年もの熟成の期間が必要であったようだ。フランスの研究所から取り寄せて投与した寄生生物のプロトタイプをあの実験体が取り込んでしまったのも今思えば容易に納得がいく。実験体の体内で長き眠りを貪り21年という年月を経て、あれは突然変異的に変化したのだ。まさに進化という言葉が相応し、これらの観察データは私にさらなる素晴らしいヒントをくれた。これを推し進めてさらに改良を加え、変異を与えることで T を超える G を作り出す糸口が導き出された。これは後々の BOW の歴史を塗り替える画期的なものになるはずだ。あの忌々しいアレクシア城もあの世で悔しがってるに違いない。アレクシア城、数年後にはその研究結果を発表できるだろう。ウィリアム・バーキン、これが RE2 のあれよね。2で、てかレベッカ、生きてる、生きてんの。あ、いた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 。レベッカ撃たれたんだよね。え、大丈夫？防弾チョッキを着ててよかったな。あもうここには用はない。早く出よう。めちゃめちゃ、はい、めちゃめちゃ説明してくれた。防弾チョッキを着ててよかったな。あ、よかった。レベッカ死んじゃうかと思ったよ。やばい。いや、進みたいんだけど、ちょっと回復したいな。いや、でもイベント見れたな。レベッカと一緒にこのイベントは見れるのね。なるほどね。でもここしか行くところないから、あ、これも研究所爆発する感じじゃない？もう出ていく。あれ、もうこれエンディングいっちゃう感じか。あ、そんな気がしてきた。クリス、はい。なんだ。さっきここのファイルを見たんですが、まだたくさんのタイラントウイルスが残っています。え、思い切ってここを爆破しましょう。そうだな、後戻りはできない。あ、そういう。レベッカ、やってくれるか。パチンで任せてください。何を叩き方。さっき見つけた起爆システムを作動させます。必ず脱出できる。外で落ち合おう。はい、必ず。はいはい、必ず。あー、じゃあもうこれ最後まで行っちゃうか。うん、なんかそんな感じだね。そしたらちょっと回復して、整えて行こう。いや、ここで終わるのもありだな。どうしよう、迷うけど、とりあえず回復しますか。いや、ここで終えてもいいな。終えよう今回は。じゃあこの、いや、もう本当に次回脱出して最後あのタイラントと戦って終わりっていうところになります。え、じゃあもうマグナム弾とか持ってよ。最後だもんね。一旦これで使って、いやー、そっか、終わりか。なんか寂しいなー。あれ、ま、あ、マグナム弾一応24発、28発か。オッケー。
護身用拳銃とか持っちゃおうよ。せっかくだから使ってさ。じゃあこれで今回終わりますので、次回最終回またよろしくお願いします。ではたまたまこでした。バイバイ。